そもそも我々がこの国会に議席を置かせていただいている主要な要因として、NHK の委託業者による営業の訪問員が時に強引、時に暴力的な方法で契約や受信料を迫っていたという背景があります。訪問営業による被害というものは、NHK に限らないことであり、大変有意識問題であります。え訪問営業の問題の重要な側面として、社会的弱者を巧みに狙っているというものがあります。えそのののの中でご高齢の方々々お宅からの相談が我々 NHK にこれまで数多く寄せられました。ご高齢の方々となると、認知機能の低下はある程度致し方ない面があり、えー、本来、放送受信機、つまりテレビを持っていなければ、NHK と契約の必要はないわけですが、認知機能が落ちた方は、たとえテレビをお持ちでなくても、NHK 訪問員による営業に対してしっかり判断できず、契約させられてしまう問題があるわけです。そこで岸田総理ににお聞きししします認知機能の低下たた高齢者宅 nhk をはじめとした訪問営業が行われて 本来不要な契約が結ばれていることに関する総理の見解を伺いたいと思います。寺田総務大臣お答えをさせていただきます。今、ご質問の nhk のこの訪問営業活動、今年度のですね令和4年度 nhk 収支予算に対する総務大臣意見においてですね。受信契約の干渉の業務の適正を確保をしなさい。 そしてそのことについて普段の点検見直しを行うことなどを求めております。で NHK においてはこうしたこの総務大臣意見を十分に踏まえてえ不要な契約がですね締結をされる。え特に御指摘のようなですねこの事案がないようにですね適正なこの訪問営業活動を行っていただきたいと考えております。なお今現在 NHK ではですね訪問によらない営業へのシフトを進めております。まあ、これによって苦情の件数は以前,以前より減少しているものと承知を。 浜田さ君、はい、あのありがとうございます。訪問営業がなくなるという方針に関しては、我々 n h k 統の功績が大きいと考えております。えー、ご報告ありがとうございます。